船尾高専建築学科の藤木です。船尾市公会堂今昔と題して3回にわたってお送りさせていただいています。前回は昭和33年の船尾市公会堂の完成までと設計者村野東郷、そして建物の魅力についてお話しさせていただきました。2回目となる今回は船尾市公会堂が竣工してから22年後、昭和55年に実施された大規模増改修に関わるお話を取り上げたいと思います。今から54年前の昭和33年に竣工した船尾市公会堂は、完成直後から山陰随一の文化ホールとして知られ、米子の文化芸術創造の舞台として多大な貢献を果たしてきました。そして昭和41年には当時最新式の冷暖房設備も完備し、施設環境の向上も図られてきました。しかしもともと低予算で建設されていたこともあり、20年ほど経過した頃から外部の騒音がホールに入ってくる、機材の搬入施設がない、音響や舞台照明の老朽化など数々の欠陥が表面化するようになってきました。加えて消防法の改正に伴う改修が必要になったこともあり、昭和54年11月から総事業費10億1000万円をかけて大規模増改修工事が進められるようになりました。改修の重点は舞台、音響、照明などホールと楽屋を中心とするものでした。これには公会堂を主に利用する文化団体が中心になって組織されていた船尾市公会堂の改造を市民参加で進める会からの具体的な提案、つまり市民の声もその設計に反映されています。そして昭和55年9月、装いを一新して新たな船尾市公会堂の完成を迎えています。この大規模増改修の設計を担ったのも建築家村野東郷でした。村野、89歳の時の仕事で最晩年に手掛けた建築作品の一つがこの船尾市公会堂です。なお村野はもともとの設計も担っています。船尾市公会堂は昭和33年の完成時と、そして昭和55年の増改修時の2度にわたって日本を代表する建築家の一人である村野東郷が関わっている稀有な建築作品と言えます。建築家として長きにわたる豊富なキャリアを持つ村野でも、自身の手掛けた建築作品の改修または改築を行っているのは村野最初期の作品である南大阪教会と、昭和戦前期を代表する文化ホールとして国指定重要文化財になる宇部市渡辺王記念会館、そして船尾市公会堂の3つを数えるだけです。では船尾市公会堂で実際に行われた増改修の足跡を通じて村野東郷の改修設計の様子を見ていきましょう。増改修工事はホールを中心に行われました。客席上部に波状に湾曲した音響反射板が新たに設けられ、スピーカーや照明設備も高性能なものに更新されています。舞台上部はドンチョウや舞台幕、釣り物装置などが収納されるスペースで、フライタワーと呼ばれますが、現在の文化ホールでは舞台の2倍以上の高さを取るのが一般的です。船尾市公会堂では低すぎましたので、多彩な催し物に対応するためにかさ上げも行われています。さらに客席数を1428席から今の1120席へと減らし、客席をやや広げてゆったりできるようにしているなど、ホール環境の向上が図られています。また外部からの騒音に対してホールのドアを二重扉にし、ホワイエの天井も二重にして厚みを持たせることで、その防音性能の向上が図られています。このホワイエについては柱、梁、そして壁にラフトン吹き付けを、そして床材を塩焼きタイルのヤバネ張りからビニール系シートへと変更が行われています。ホール内部とともに、むしろそれ以上に
昭和33年当時との趣が変えられてしまったところになっています。村の東部の設計が反映されているとはいえ、船押公会堂のホールまでを演出するその美しいインテリアが変えられてしまったことは少々残念に感じられるところです。加えてお家には切符売り場や空調性能の向上のために風除室が新たに設けられることになり、合わせて腰壁が作られることにもなりました。この腰壁はホール防音性能のさらなる向上を願う市民側の期待に応え、かつ村の東郷の与那越公会堂における建築作品としての美しさを重んじる、その両面からの妥協点であったと言われています。晩年の村野は芸術院会員であり、そして文化勲章をも得た誰もが認める名建築家でした。しかし建築の本質が利用者である市民のためにあることを高く認め、自身の作家性をむやみに押し付けようとはしませんでした。そのあたりにも村野東郷のその一つなりを伝えているところでしょう。この増改修工事でホールと並んで重要であったのが楽屋、リハーサル室、そして大道具庫から構成される楽屋棟の増築でした。注目すべきは建物配置です。公会堂後方の約5メートル50センチほどの狭いスペースに、建物に張り付くように奥行き4メートル50センチほどの細長い楽屋棟が裏通りにまで及んで増築されています。舞台への動線上からはこの場所が適切であったことに違いありませんが、その建設工事は隣の建物が迫るこの場所だったので、その大変さが忍ばれます。ホール、お家の改修、そして楽屋棟の増築がこの昭和55年の大規模増改修で施されたわけですが、これまでお話ししてきたように楽屋棟は建物背面側から裏通り側に配され、フライタワーのかさ上げも建物背面側で、人通りの多い国道9号線側からはあまり目につかないように配慮がなされています。建物正面側に関わるものには切符売り場と出入り口の風除室、そして腰壁の新設に加えて、もともとは打ち放しコンクリート仕上げだった壁面に吹き付けタイル塗装がなされ、クリーム色に着色が施されたにとどまるもので、基本的に外観の印象は昭和33年完成時の佇まいをよく維持しています。外観の佇まいを大切にし、極力損なうことのないように慎重に、かつ計画的に設計に取り組んでいた、そんな村野東郷の姿勢が伺えるのではないでしょうか。そしてこれは現在の文化財のような歴史的建造物の保存修復にも通じる考え方とその手法で、このことを今から30年前に実践していた、その先見性は極めて高く評価できることに違いありません。また船押公会堂には2度にわたり村野がその設計に関わったことによって、残された昭和33年完成時の細部衣装と、そして昭和55年大規模増改修時に新たに設けられた細部衣装の両方を合わせ持つことになりました。原寸図を描き、度重なる検討の末に生み出された村野の細部衣装の数々は村野好みとも形容され、高く評価されています。船押公会堂は20年にわたるそうした新旧の村野好みが併存する稀有な建築作品であり、高い歴史的価値を認めうるところでしょう。こうして昭和33年の完成、そして昭和55年の大規模増改修を経て今に至る与那越公会堂ですが、その歴史的文化的価値を整理すると次からの3点にまとめられます。まず1点目は、建築家として数々の功績が認められ、かつ手掛けた設計作品も国指定重要文化財になるなど、我が国を代表する建築家である村野東郷の建築作品であることです。特に村野の作品で山陰地方に位置するのは唯一与那越公会堂を除いて他にありません。本作では湾曲した壁面、屋根面の連なりで造形性を表現し、
かつ石州瓦を外装タイルに利用して山陰の風土性を織りなし、後に昭和40、50年代へとさらに造形性、装飾性、風土性を豊かにしていく村の東郷の作風の変容過程を示す点において、歴史的価値が高く認められるところです。2点目は、その村野が大規模増改修でも設計を担ったことで、世直し公会堂という一つの建築作品でありながら、村野の新旧のデザインを併存しているところです。さらに建物外観の佇まいを損なうことのないように設計に取り組んでいたことで、現在の歴史的建造物の保存再生にも通じる良好な保存状態を維持するに至っていることには大変注目できます。一人の建築家が十数年を経て同じ建築作品の改修を手掛けた例は全国的にも未だ数例しか認められないもので、まさに村野の建築家としての長いキャリアがあってのことです。このことは極めて高く、かつ稀有な歴史的価値を有していると考えられます。そして3点目は、米子市政30周年記念事業として市民からの寄付も寄せられて建設された米子市公会堂が、以来今に至るまで市民手作りの文化の伝道として米子の歴史と文化を伝える記念碑であり続けてきたことです。広場に位置する池には溝口出身の高名な彫刻家である辻振動の作品も据えられ、50年を超える長きにわたって米子の町の景観に寄与し続けてきたこともまた、その高い歴史的価値を認めるところでしょう。さて、米子市公会堂今昔と題して、その2回目は昭和55年に迎えた大規模増改修、そして米子市公会堂の有してきた歴史的価値についてまとめさせていただきました。最終回となる次回3回目は、近年の存廃問題とこれからの米子市公会堂に関わる内容を取り上げていきたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。